たら、はじめまして、こんばんは、青井エマと申します。今日はありがとうございます。19時から40分くらい歌わせていただきたいと思います。最初は明日への手紙を歌わせていただこうと思います。よければ少しでもいいので聴いていってくださったら嬉しいです。迷いながら揺れながら歩いてゆく。
なんかムクムクになってるなんかムクドリみたいにすごいパンパンだな皆さん今日は寒い中ありがとうございます。青いエマと言います。もしよかったら SNS やってるので見てくださったら嬉しいです。そしたら次はそれを愛と呼ぶならを歌わせていただきたいと思います。違えていたボタン一つずつ下から順に外してもう一度重ねてゆく。君がくれた時間と温かさをこの胸が教えている。空が青いとか花が咲くとか君が笑うとか抱きしめるとかすぐそばにあったこの幸せを今痛いくらい感じてるよ。守りたいものがあるとそこに未来があるんだと君のいる場所まで僕のそばには君が
ごい寒いね。なんか雨降ってきてない？雨降ってる？やっぱそうだよね。ちょっとこのまま耐えてもらおうね、天気には。そしたら次はあかねさすっていう曲を歌わせていただきます。
は。はじめましての人多分たくさんいますよね。はじめましてじゃない人もいますけど、葵エマと申します。 SNS やってるのでもしよかったら見てください。12月22日にワンマンライブも下北沢であるので、ぜひそちらも来ていただけたら嬉しいです。悪魔の子を歌います。鉄の玉か正義の証明貫けば英雄に近づいた。その目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔。僕はダメってあいつはいいの。そこに壁があっただけなのに生まれてしまった。定め嘆くな、僕らはみんな自由なんだから。鳥のように羽があればどこへだって行けるけど、帰る場所がなければきっとどこへも行けない。ただただ生きるのは嫌だ。世界は残酷だ。しさとは自分のこと強く信じることだ。鉄の雨が降り散る情景、テレビの中映画に見えたんだ。戦争なんて愚かな凶暴、関係ない、知らない国の話。それならなんであいつに組んで、黒い気持ち隠しきれないわけ。説明だってできやしないんだ。僕らはなんて矛盾ばっかなんだ。いただきます。青空に線を引く飛行機雲の下。
します。大学4年生です。ありがとう。寒い中聞いてくれて本当にありがとうございます。もうちょっとかな。そしたら、メリクリを歌わせていただきます。よいしょ。
最後の曲です。最後の曲なのよ。とか言ってくれるのありがとね。ありがとね。最後の曲は音たたし。ありがとね。なんで買ったことなんだろう。すっごいなんか打たれてんだよね、さっきから。水滴に。雨が降りそう。そしたら一番最後はオリジナル曲。歌わせていただきます。プレゼントって曲にするか、アネモネって曲にするか迷う。どっちがいいかな。プレゼント、どっちもプレゼントにするね。そしたらよいしょ、ワンマンライブに来てくれたらいろんな曲が聴けます。今日ワンマンのチケットも持ってきてるので、もしよかったら12月22日、空いてたら下北来てくれたら嬉しいです。そしたらプレゼント聴いてください。会いたい。
心を削った。会いたいだけど会えないならば会わないとこをやっと見つけて、それだけ見つめて、淡い記憶と脈打つ心臓、息が苦しいと思うのは全部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 あなたのせいだ。消えてしまえよさよなら、君へプレゼントを贈るよ、結んだリボン、この街も夕日も全部嫌いだ。今朝に身を焦がして目を閉じた、すべて祈った。浅い眠りと脈打つ心臓、息が苦しいと思うのは全部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 あなたのせいだ。消えてしまえよ、ありがとう、オリジナル曲のプレゼントっていう曲でした。